セイントセイヤソルジャーズソウル。一丁やってやるぜ。大いなる戦いがここから始まった。あなたは負けることはない。私は信じています。代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするある者の姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇も邪悪の化身となったのか。ここに来れば何かわかると思ったんだが、これは教皇の死体。死後何年も経っている。ということは今の教皇はやはり、なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。あんたみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰ると思わぬことだ。ファイト。さっきまで確かに誰もいなかった。一体どこから出てきたんだい。受けたか、流星剣。貴様はすでに死にすぎてしまった。やるじゃないか。あなたは死ぬ。なんてことない。おかしな手応えだね、こいつ。本当にここに存在しているの。しぶとい女だ。イーグルトーン。そのこと異次元に飛ばしてくる。さすがにゴールドペイントの相手はきついね。これで負けるわけにはいかないんだよ。いかに死ねたのみとはいえ、なぜシルバーセイントの声が私と比べて戦えるのだ。やるじゃない。ちょいとまずいかも。セイント、こんなとんでもない奴らを相手にしてみる。なんてことない。今頃気づいたか。お前の相手にしているのは最強のセイントなのでさまよない。たとえ相手がゴールドセイント。流星剣。ここでやられるわけに行かないんだ。イーグルトーフラッシュ。シェルボーの存在でなかなかに手こずらず受けたりな。流星剣。みんな覚えときな、現しの爪の恐ろしさをね。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらく。こうしちゃいられないよ。この命に代えても聖夜のところへ行かないと。瞬に創魚球を任せた聖夜は教皇の間を目指し、深紅のバラを敷き詰めた道を駆け上る。しかしそこにはアフロディーテの恐るべき罠が仕掛けられていた。花粉を吸い棘にかすっただけで五感を失い死に至るデモンローズの猛毒にかかった聖夜は、ついに道半ばで倒れてしまうのだ。早く教皇の間に行かなければ。でも力が入らない。せいや。
いけない。これは相当デモンローズの好機を吸ったようだね。こうなったらこのマリンが引きずってでもお前を教皇のままで連れて行ってやるよ。セイヤ、こんなところで死んでしまったらダメだ。誰かが助けてくれている。この感じはとても懐かしい。まるで俺の姉さんのような。気がついたのかい、セイヤ。その声はマリンさん。喋るんじゃないよ。教皇のままで敷き詰められたこのバラは猛毒を持っているんだ。お前は教皇の間に行き着くことだけを考えるんだ。マリンさん。お前を担いで行ってやるつもりが、どうやらそういうわけにはいかなくなったようだ。セイヤ、私のことは構わずに行きな。今ならまだ間に合う。一気に駆け抜けるんだ。さあ。女のマリンさんを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。みんながマリンさんまでもが命がけで俺をここまで連れてきてくれた。なのにこんなバラくらいで撒いてたまるか。燃えろ俺のコスモよ。ペガサス流星剣で吹き飛ばしてやる。やったデモンローズが吹き飛んだ。マリンさん、もう教皇のまま目の前だ。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。セイヤ、私にはまだお前に借りがある。お前がこの戦いに勝ち抜いて戻ってきたら必ず返させてもらうからね。だから決して死ぬんじゃないよ。一騎、主流、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。聖夜、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜、この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。
私に構わず早く行くんだ、セイヤ。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。まるで神が悪魔に変身したようだ。ジェミニオ、本当のお前の姿はどっちだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。ファイト。アテナは間もなく死ぬ。そうすれば、バイオロスが持ち去った勝利の女神、ニケも私のもの。アテナの盾とニケ。さあ、例えば天界のゼウス、海海のポセイドンを抑え、冥界のハーデスさえも抑えて、この私が直に地上の支配者となるのだ。もはやこれ以上の罪を重ねる。黙れ。お前さえいなきゃ、ちょっとの昔にこの大地を支配していた。なんだ、ペガサス、誰と話しているんだ。なぜだ、この私が聖夜に圧倒されていると。なんだ、この強烈なコスモは。ペガサス、ジェミニオ、たとえ俺の五感が全て失われたとしても、まだ命の炎は燃えている。五感の全てが失われようと燃えろ、俺のコスモよ。この命ある限り、そしてお前を倒す。俺のコスモよ、ジェミニを倒す。ペガサス、ローリングジャーシュ。これで終わりだ。いいな、負けられない。アテナのためにも。強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せいよ。誰だ、この私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子な、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。ジェミニ、お前の最後を見せてやろう。今さら死に損ないが一人二人増えたところで何になる。ファイト。アナザーディメンション。九死に一生を得たその命、再び捨てに来たのか。この俺の命などいくらでもくれてやる。だが聖夜だけは絶対に死なせはせん。ベニックス、貴様は掃除球でも私の邪魔をした。たっぷりと苦しませてから殺してやる。このアナザーディメンション、精神の棒を砕くまでは。フェニックス剣の剣でな。この私が大地を支配することはそんなにいけないことか。無数の邪悪はおろか、神々までもこの大地を狙っているのだ。この娘では守れん。私こそがアナザーディメンション、この時代の救世主なのだ。アナザーディメンション。アテナ、自らの命を懸けて戦った友のために、同じ時代を分かち合い生まれてきた熱き血潮の友のために、この命を懸けて攻めに、お前を倒す。フェニックスの羽ばたくよ。フェニックス最大の奥義、攻略転生。フェニックスは燃え盛っている。ダジャクナ、
そろそろ限界のようだな。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣。カラクティオンエクスプロージョン。セイヤは、おのれ、アテナ神殿へ向かったか。誰が行かせるか。アテナの盾は絶対に取らせん。もう少しでアテナ像だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だがまだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。聖夜、あなたは希望。今、すべての人々のあなたは希望。聖夜、わずかに残った俺のコスモを。聖夜、消えそうな俺の命を。かすかに残った僕の命を、僕のコスモを、すべて君にあげるから。セイヤ！何？ペガサスが、また、しかもなんだ。セイヤの後ろに浮かぶあのコスモは、ペガサス。いや、ペガサスだけではない。セイヤの後ろに無数のコスモが。聞こえる。友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。この命ある限りお前を倒す。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。ファイト。最後を見せてやる。もう一度だけでいい。心のコスモよ、奇跡を起こせ。五感すべてを断たれて、見ることも聞くことも感じることすらできないペガサス、なおも私に戦いを挑もう。聖夜、下がれ。聖夜、頑張るんだ。聖夜、頼むぞ。極限のペガサス神聖剣。はっきりと感じることだ。みんなの声だ。俺の拳の中で渦巻いている。お前がいくら今を見せてやる。私には一切歯が立たないということがまだ理解できていないようだな。みんなが与えて、ウィナー勝った。ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。アテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。おのれ、盾に触らせるか。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。沙織さんを、アテナを救え。うわアテナ。我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老法におられる老師からサンクチュアリの増評に至るまで、あなたのもとで
地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。私は…サガ、正気に戻ったのですね。アテナ、気づいていましたか、サガ。聖夜の剣があなたの心を支配していた邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたことを。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。最後。サガ。アテナ、こんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。差が、差がの心には強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。紫竜、氷河、春、一騎、そして聖夜、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神、アテナとして。どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。